はい、こんにちは。沖縄おばばでーす。はい、白黒コンビですね。はい。一つのクッションを間に、えー、鎮座しております。はい。ということでですね。はい、えー、なんというか、はい、えー、例のね、かまぼこのちくわんの、あの、重大なね、ケツのカンカンですね。はい、えー、重大なケツのカンカン。これをね、 わかりやすく解説してくれていました。はい。え、これとってもわかりやすいです。どうしてね、え、あの、ちくわかまぼこをね、いっぱい美味しいねって食べちゃうと、えー、ケツのね、ケツの先生ができ、できるのかという問題でございます。はい。これとってもね、素人が読んでもわかりやすいです。これ、はい。私は、あの、別にね、 理科系の、あの、出身ではないんで、はい。理数系ではありません。なんせ、あの、一応出たところ、一応市販大学なんで、はい。理科系ではございませんね。はい。そういうことです。ただね、あのー、なんていうのかな。ある理科系の方なんですけど、あの、山のさん、や、山、山のマークの理科系の方。はい。ええー、とね、ええー、まあ、 雨の国でね、えー、ごめんなさいね、こんな文句言っちゃって、はい。雨の国でね、サイサイのバンバーンになるよって言ってるのに、えー、論文はどこだとかね、論文がないから信用できんとか言ってますけど、あのですね、えー、サイ、サイのバンバーンの前にね、論文出すと思いますか常識から考えてください。ないでしょう、はい。そういうことですよ。 わかりますかでね、雨の国でね、再三、再々バンバンを起こすということは、かなりの賞賛があるということです。どうしてかというと、雨の国のね、再々のバンバンっていうのは、ベンベンのね、ゴシゴシはね、えー、かつ見込みのものじゃなければ、ほぼほぼ受けません。依頼を。 そういうことでございます。はい。その辺のね、えー、常識的理解っていうのがね、この理数系のお山さんには欠けておりますね。そういうことなんですよ。はい。えー、まあ、これね、まあ、雨の国をね、よく知ってる人だったら、ああ、よく、これ割と常識なんですけど、あの、なんていうのかな、雨の国のね、ベンベンのゴシゴシは、 かつ見込みのあるよ、賞賛のあるね、えぇ、ー、さいさいのバンバンしか引き受けないんですよ。基本的に。そういうことです。そして証拠となるようなものをね、えー、論文でも何でも一般に公開すると思いますかはい。しませんよね。常識でどう考えても。そういうことでございます。なので、えー、もう一回ね、えー、なんて言うのかな、その理数系で頭がいいんですから、その辺のこともね、 え、考えてくださいね、お山さんということです。はい、えー、まあね、ここら辺をちょっと文句は置いといて、そういうことなんですよ、結局ね。えー、まあ、なんていうのかな。 あ本当にね、さすって全体が見、見ない、全体を見れないっていうのはそういうことなんですよね。えー、まあ、本質をつかめないっていうのはそういうことなんですよ。ああ、なのでね、えー、まあ、なんていうのかな、いろんなことをね、えー、考えて、はい。そしていろいろなことから判断するというのをね、その多方面から判断するっていうのが非常に重要だということなんですね。はい。そしてですね、 えー、今回のその、あの、記事ですね。本当にわかりやすいです。はい。えー、なんていうのかな。あまあ、文化系の頭でもこれだったら理解できます。そういうことでございます。いわゆる、あのー、あれですね。えー、どうして、えー、わんかまぼこがね、 えー、食べた後にね、血ケ血ツケツの先生になっちゃうかっていう解説ですね。これ結構ね、血の名的でございます。血の名的です。はい、えー、そういうことなんですよ。はい、えー、これはね、えー、なんて言うのかな。これからね、えー、3本目食べるぞっていう人にはいいとは思います。はい、そういうことですね。 はい。それでは皆さんまた、あ、こちらの方もね、えー、貼っときますので、皆さんご覧ください。はい。沖縄、バブでしたい。はい。じゃさい。おいい、お顔ですね。はい。うーい、おかですね。はい。